とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日からちょっとですね、パワー251になるまで、どれぐらいかかるのか、やっていきたいと思います。実際、どれぐらいでいけるんだろうね。まあ、とりあえず、1日1、2時間ぐらいを目安に、進んでいきたいと思います。まず今日は1時間半ぐらい進んでみましょう。まだパワー1ですね。パワー1。こっから251までだから、そこそこかかるのではないでしょうか。最初こんな感じだったね。イカ海岸を進んでいく。これ HP も相当低いよね。防具装備してないから。でもまあ敵もワンパンで倒していけるのか。楽勝すぎるぞ。エメラルドもまだ3個。エメラルド3個。なんかちょっと悲しいね。あ、で、ここで初めて、はいはい、矢を使えるわけね。でも全く問題なく、クリア。あ、そうか！この先に、自分たちのキャンプがあるんだ。そう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 。キャンプが、この先にあって、で、そこから、あれだね。商人たちを、助けて、キャンプを大きくしていくわけだ。あ、ここ。キャンプ、いや、違う。もうちょっと先か。キャンプにこういうとこないもんね。ああ、いきなり強制戦闘。でも、まあまあまあ、余裕だけどさ。OK。楽勝すぎる。レベル2。そうか、レベル上げとかもこれしていかないといけないんだよね。そうか、そうか。おお、花火！ここで初めて花火をゲットするんだね。スイッチとかあるし。あ、はいはいはい。普段のクエストではないようなギミックがあるね。ああいうスイッチとかあんまないよね。あ、キャンプそろそろこれつくんじゃない？多分。来た、アーティファクト撃てるよ。花火撃てる。お、なんか見覚えがある。ここにね、古代狩りのピグリンがいて、エンチャントスミスがあって、あ、そうだ、最初は店がね、全然ないんだわな。オッケーオッケー。ちょっと1時間半ぐらい進めてみましょう。それではまずはね、とりあえず全部、クリアしていって、あ、はてなはてなはてなだな。まずあそこを出そう。うん。紋章を全部取っていって、はてなはてなはてなをまず取りましょうか。あそこに行けるようになると、レベル上げとかもね、やりやすいので、いいっすよね。あ、タワー行けるんだ。あ、タワーもう一発目から行けるみたいですね。でもタワーには行かない。うん。まずは、全部クリアしていって、はてなはてなはてな、解放しましょう。1時間半でいけるかな？ 1 時間が経過しました。今、パワーが14ですね。14。で、文字を取る場所行くんだけども、扉を開けるスイッチがないんだよね。何か必要なのかな？まあ、とりあえず、ここのボスまでは、ちょっと行きたいですね。どうしたらいいんだろう。おお、なんか宝箱だ。あ、おお、何それ。ああ、宝箱。こんなの昔あったっけ。ここ、どうやるんだっけ、忘れた。まあまあ、いいや。進もう。先へ進みます。名もなき者を撃破。結構時間かかるな。
1時間半が経過しました。やっぱり長い思ってた以上に長いね。もうちょっと簡単にいくかなと思いきや、そうでもない。やっぱ序盤って結構難しいんだな。装備が揃うまでっていうのがやっぱりちょっと難しい。キノコが欲しいんだけどね、キノコがねないんだよね。あれかな、デフォルトの時にはキノコないっけ。いや、あるよね。もしかするとアドベンチャーまで上がってないとキノコは出ないとかかな。まずキノコ欲しいんだけどな。はい、まあ、とりあえず一度戻ります。それでは1時間半やりました。まだねショップがミステリーだけなんだよね。残りのショップがまだ出てません。多分ねこれだよね、このピンク色の屋根のマーク、ここが捕らえられた商人のはずなんだけども、いないんだよね。毎回いるわけじゃないんかな。とあとエンダーアイもまだ全て取ってませんし、マーク紋章あれも出ないんだよね。もうちょっと進まないとダメなのかな。まあ、とりあえずハイブロックホールまでは来ました。こいつをクリアするとここが出るよね。で、隠し扉に入るとアンダーホールが、新しく出るっていう感じか。地下陣と王の隠れ家、そして締めっぽい洞窟かは出ました。あとこれだ。忘れた。クリーパーの森から出るところですね。で、はてなはてなはてな。いやー、まだちょっと時間がね、かかりますね。とりあえず、1時間半でこれぐらいまで進みました。パワーは20です。20。まあ、序盤のハンマーって役に立つね。強いわ。まあ、とりあえず、まずは、こんな感じです。では、またね、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。